ジョン・ローリネーティスはアメリカ合衆国の元プロレスラーで、現在は WWE の副社長の一人である。ジョン・ラリナイダスなどと表記される場合もある。少年は1965年と申される。プロレスラーとしては、ジョニー・エースをリングネームに、主に全日本プロレスで活躍していた。カッター、スタナーと呼ばれる、ムーブの創始者とされている。ジョン・ローリネーティスは、兄、 マーク・ローリネーティスは弟にあたる。甥いのジェイムズ・ローリネーティスは NFL ロサンゼルス・ラムズのラインバッカーとして活躍している。1986年 NWA フローリダ地区の CWF においてデビュー。当時はザ・シープ・ハーターズのマネージャーとしてヒールのポジションにいた。その後、ノースカロライナのジム・クロケット・プロモーションズに転戦し、シェーン・ダグラスとのアイドル系。 タッグチームダイナミック・デューズで活動する。1989年には、CWF の後継団体、FCW にて、弟のザ・ターミネーターとのコンビで、ナスティ・ボーイズとタッグ王座を争った。その間の1988年8月、全日本プロレスに初来日。以降も全日本の常連外国人レスラーとして、小橋健太、スティーブ・ウィリアムス、マイク・バートン、 スタン・ハンセンラとコンビを組んで活躍。1990年代前半は、主戦場を全日本マットに絞り、1998年には、三沢光春の三冠ヘビー級王座に挑戦した。敗れたものの各種のエースクラッシャーで三沢を苦しめた。リングネームのエースにちなんで、入場時に、オリジナルのトランプのエースカードを巻くというパフォーマンスを行った時期もある。また、 ピースサインをパフォーマンスとして用いた時期もあり、その当時のダイツにはピースサインが施されていた。2000年に全日本から三沢ワが離脱したのをきっかけに、レスラーを引退。全日本では、アメリカ人選手の商平窓口も兼務していたことから、その人脈と手腕を見込まれ、引退後は WCW のブッキング部門の責任者となったが、WCW 崩壊後は WWF に、 移籍した。同様に、ブッカーとして活躍し、2004年に、タレントリレーション部担当副社長、2007年には、同情席副社長となるなど、エグゼクティブとしてのキャリアを重ねている。全日本とのつながりは現在でも強く、WWE を解雇されたレスラーが、AS の紹介で全日本プロレスに参戦することも、多い。また、中田竜とも、旧知の中であるため、 ノアのレスラーが WWE のダークマッチへ出場することもあったが、ビンスマクマホンに森島武志がその体型を酷評され、塩崎剛がアジア人すぎると人種偏見により興味を示されなかった以降は行われていない。WWE 入社後は背広組としての仕事があるじで番組に出演することはほとんどなかったが、2011年からはビンスマクマホンや CM パンクとの絡みで番組にたびたび登場し、ストーリーにも RAW リンジ GM として出演した。その後、正式なローの GM に任命され、レッスルマニア X5 において、スマックダウンの GM セオドアロングとの GM の座をかけた試合に勝利し、ローとスマックダウンの両番組の GM に就任した。このストーリーは2012年6月のノーイアウトにおいて、 自身の代理人であるビッグショーがジョンシナに敗れ、自身は GM 会議を告げられるという形で終了した。2013年にはレッスルマニア間近のスマックダウンに登場してシナと戦うザ・ロックのセコンドになろうとしてロックに接近したが叩きのめされた。ありがとうございます。